上部に数え玉が付いている百度ご百100度参りは日本の民間信仰で神仏に祈願するために同一の社寺に100度参拝することである。お百度とも言う。百度参りの祈願の内容は多くは個人的なものであり、その内容が切実なものである場合に一度の参拝ではなく何度も参拝することでより心願が成就するようにと願ったものである。 元は近くの宇治神神社や有名な社寺に100日間毎日参拝するというもので、これを100日詣という。それが簡略化され、また100日もかけていられない旧を要する祈願があって、1日に100度参るという形で100日詣の代わりとするようになった。あずま鏡などの記述から鎌倉時代初期には100度参りがあったことがわかる。すなわち、あずま鏡には、 文治五年八月十日、欧州追悼の祈祷のために、五代所御所中の女房諸杯に、鶴岡に百度参りをさせ、また、忍治二年七月六日、北条氏が鶴岡に百度願いをした、とある。また、平時には、炎王二年二月十一日夜、祇園の社に百度もお出をした、とある。百度参りの方法は、社寺の入り口から、拝殿、本堂まで行って参拝し、また、 社寺の入り口まで戻るということを100度繰り返す。俗にこれをお100度を踏むという。社寺の入り口近くにその目標となる100度牧という石柱が建てられていることがある。回数を間違えないように小石や小寄り、竹串などを100個用意しておいて参拝の度に拝殿、本堂に1個ずつ置いたり、100度石に備え付けられているそろばん状のもので数を数えたりする。 100度参りは人に見られないように行うとか、裸足で行った方がより効果があるなどとも言われる。ありがとうございます。